はい、お疲れ様です。ユータ14です。お久しぶりですね。かなり久しぶりになりました。はい、ドイツから帰ってきて今日本で撮っている状況です。はい、でね、ドイツから帰ってきた日あたりにちょっと喉がずっと痛くて、で鼻も出始めて、で帰ってきたちょうどにね39度ぐらいの熱が出て、まあペンギン戦の CWA が入ってたんでね、まあ意識朦朧な中攻めなきゃいけなくて、でようやく攻めて、で試合終わって、でまあそろそろ治ってきたかなと思ってリプレイ撮影しようとしてたんですよ。そしたらなんとね、そこで今度はメンテナンスによってリプレイ全部消されるっていうね、もう俺なんかしたっていうぐらい不運な一日でした。はい、まあちょっとね、そんなこんなでちょっと久しぶりの動画と撮影になってるので、どうやって撮ってたかすらもうちょっと忘れてしまいかけてて、はい、で今回やりたいのは世界選手権にね、実際に自分は会場に立てたわけで、まあそっちにいたからこそしかわからないような情報だったり、まあそういうのをねメインにやっていきたいわけなんですが、今回のテーマとして決勝戦ですね。決勝戦の前回はねいくつもあったんですけど、その中から5本ね、会場が最も会場が湧いたアタックっていう、会場雰囲気がすごく盛り上がった、そういう意味でのアタックっていうのを5本選んできました。それをね自分の解説付きでやっていこうかなと思ってます。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。1本目はウェイ君ですね。まあノバの大エースで今大会 MVP を獲得したのがこのウェイ選手でした。はい、まあちょっとね若干自分まだ声が治りかけなので少し違和感を感じるというか聞きづらいところあったらごめんなさい。こちらは BO3 のうちの1本目のアタックになっております。クイーンはステクイで使っていって、反対サイドをウォーデンヒーラーで取っていくような流れですね。まあ、日本ではいわゆるオサムスペシャルと呼ばれているようなアタックなんですが、ラバハウンドとボマを使って裏パートを取っていくような戦術になっております。はい、で今回うまかったのが援軍がねラバじゃなかったんですよ。これねステクイを使ってラバ虫を意図的に作っていく形なんですが、援軍ラバじゃなかった場合どうするか、まあ、そこの対応をねしっかり決めていたと思います。はい、でこういう区画って結構タウンホールとこのクラン城ですねが近い配置って比較的ラバハウンドが入りやすいイメージがあって、まあどこもね初見なら確実にラバを入れるクランが多いかなと思うんですが、まあ、タウンホールを取りに来たユニットに対して足止めを長くできるのがラバハウンドになっているので、基本的にはラバを入れることが多いんですが、今回それをね逆手に取ってね援軍ドラゴンが入ってたんですね。そこへの対応がすごくうまかったのでちょっと見ていってください。まあ、まずはペッカとボーラーのみでねラバが出てきても、空はラバをたげらないようなユニットだけでやっていくんですが、ここでね追い水を1体追加していくんですよね。これをしっかりドラゴンに当てることによってドラゴンを処理していくと、これうまかったですね。でクイーンでも逆サイドはしっかりサイドカットができているので、本体パートはしっかりまっすぐ進んでくれます。でオサムスペシャルって基本的にはジャンプ2発でこの辺まで飛んでいくのがベターな配置なんですが、今回の場合ダミー配置とダミー区画とクイーンのサイドカットができているおかげでジャンプ1枚で、残りはねペッカとボーラの自力で壁で割っていくことでヘイスト2枚だったりフリーズ2枚を持っていくことでしっかり空パートへね呪文を多く割くことができております。はい、でまだねここでボマーがまだ割れずに残ってて大量のバルーンが出てくると、で最初ちょっとやべえかなぐらいの、いけるかなどうかなぐらいの会場の雰囲気だったのが、この辺でも前回の確信に関わって、うわーってすっごい盛り上がりましたね。これ流れ的にはもう完全に BO1 はもう完全に MCS のペースで、 MCS がもう2本出てて、まあ、これねノバ的に前回取っても勝敗は変わらなかったところなんですが、この BO3 の1本目のこのラストアタック、これで少しノバの雰囲気が出てきたところでしたね。はい、続いてもノバのヨージーピーさんですね。こちらは、BO3 の1戦目のアタックになっております。違う、そう。BO3 の3本目の1本目のアタックですね。1人目のアタッカーとして登場したヨージーピーさんでした。はい。で、キングと逆サイドボーラーを使ってサイドカットしていき、タウンホールの方へクイヒーを進ませていきます。はい。この辺もうまいですね。ソラスケルトンが出たところを見てしっかりヒーラー一定だけ出してソラスケを釣りつつ、後にバルーンを出してホーミングのチェックをしていきつつという流れです。はい、でこの後うまかったのが穴開けですね。このクロスボウがある区画に対してウォールブレーカーを投げていきました。これギガテスラを殴ってしまうとねウォールブレーカーがやられてしまうので、その辺のタイミングがすごく難しかったりするんですが、その辺がしっかり
いいタイミングで出せていたので突破することができました。このラバーパピーの処理もね、ガグを使ってしまうとこの後右のそのままね、タンホールにガーゴーリューが向かってしまうと早めにギガテスラを起動してしまってウォルブレーカーを焼いてしまうなんてこともあるんですが、まあ、今回少しスピーダーだったのかウォルブレーカーはね間に合ってたのでフリーズは必要なかったんですけど、まあ少しタイミング的にはフリーズは遅れてましたね。まあただ火力を抑えるという意味では全然意味のあるトーンだった、あ、フリーズになったかなと思います。で、中心部エアスイーパーとクイーンとウォーデンと当たるところでクロークを吐いて、奥のね、この3連 IT のうちの奥の IT までをね、この食い火で見れたのはかなり大きかったですね。まあ、巨爆スペースがあって、初見だとね、巨爆があるかわからないスペース、あるかどうかがわからないスペースがあるっていうところ、結構ヒールを欲しいと思って計算してしまうはずなんですが、そこを一つを食い火で見れたことによって、もうその一区画分、もうあんなに巨爆スペースがある部分を無視することができたので、今回かなりプランニングに余裕があって、ヒール2枚で済むっていうような格、自信が持てたのはその辺なのかなと思います。これはもうクイヒールートで決まりましたね。で、もうこれはかなり会場の雰囲気はすごくて、これで一気にノバのムードに傾きましたね。ノバ優勝かというようなシーンになりました。はい、で続いてね、対する MCES なんですが、1本目を取られてしまってね、決勝戦かなり厳しいところだったんですが、そこからますね、素晴らしい切り返しを見せたのがこの MCES 側のウーゴ選手ですね。個人的にはウェイ選手がね、まあ、MVP を取って、まあ、1番というような形にはなったんですが、 PS っていう部分で見たらウーゴ選手がもうかなり、純粋な PS って面で見たらこの人一番うまかったなと思ってます。はい、もともと名前は知っててかなり上手い選手だっていうのも分かっててはいたんですが、その場の判断の速さだったり状況判断、柔軟な視野からプランニングからもう食い火のルートの取り方、ソラーだったりも何でもできるし、この人本当上手いなと思ったのがこのウーゴ選手ですね。で、ここのね、対空砲への穴系が少し遅れてしまうんですよね。なのでちょっとウォールブレーカー金庫に逸れてしまっていくんですが、そこになんとバネトラップが仕掛けてあると。このレイジネのフォローはすごくうまかったんですが、バネトラップによって開かなくなってしまいました。で、どうするかなって考えてたと思うんですが、もう開けるのはねここ一択なんですよね。まあ、ここのフォローは確実に、まあ、僕らでもそうするかなと思ってたんですが、そこからのリカバリーがすごくうまくて、クイーンの立ち位置によって小爆弾がないことは確認済みですよね。ここ今開けようと思っているところなんですが、ここしっかり見ているはずです。で、ここもなんかバネなさそうだなっていうのも見て、レイジボールブレーカーで一気に開けていくと。で、フリーズもギリギリで打ったのでヒーラーがなかなかね、少しだけ延命の時間が長かったことでここでマルチ IT に長いこと受けてるんですが、ヒーラーは死なずに流れていきます。はい、で、ここからの空と合流するタイミングがすごくうまかったですね。クイーンがしっかりウィズ島まで降るのを待ってラバルパートをスタートして、イーグルのタゲをしっかりラバでタゲを取ります。で、壁割りを促進させつつフリーズでここ1回止めるんですね。クロスボウとエアスイーパーを固めたことによってクイーンを延命しつつ、ここ動いたところクイーンにもかかるようにトームを打っていくんですね。クイーンとソラパート両方にかかるようにトームを打ったことで、この対地クロスをクイーンで打った後にこのクイーンの処理をクイーンで行うことができました。これめちゃくちゃうまいリカバリーでしたね。はい、ジャストで死んでったんですが、これがねできる最大のリカバリー、完璧でしたね。これ以上ないフォローの仕方になったかなと思います。で、このフォークはどこに使っていく予定だったのかわからないんですが、持ってきてた方がね、なんとヒーラーを引っ張ってくれつつ、ギリギリでテスラを追って残ったボーマーから出てきたバルーンでマルチ IT とラストタイマー。これも会場ワクワクしてましたね。みんないけるかどうか、あ、うわうわーって言って全開になって、もこれもすごかったですよ。ここでの盛り上がり、鳥肌もんでしたね。MCES 側の盛り上がりがすごかったです。これはこれ会場一番盛り上がりましたね、このアタック。はい、で続いては同じく MCES からレナイデ選手ですね。この人すごくいい人でした。はい、ちょっと怖い印象を持ってたんですけど、このアタックは MCES が先ほど1本ずつね、最初の2本前ので、ヨジー選手がノバから1本目取って、ウーゴ選手が取って、で LP 選手が 97% だったかな、そんぐらいで98ぐらいで、かなり惜しいアタックになったんですが、
それに次いでのアタック、かなり緊張感あるところだったと思うんですが、ここでね、なんと2本目連続で MCES が先制するんですよね。これもすごい盛り上がりましたね。198ときての100だったので、すごい盛り上がりました。まずは落ち着いて、このヒーローパートだけでターンホール処理できるっていう、このヒーローパートもかなりうまいですね。レナイデ選手は本当にうまくて、アフターパーティーで結構フレチャレをみんなでやってる機会もあったんですが、このレナイデ選手とドライブゲーミングのベイル選手がね、フレチャレ対決をワンオンワンでやってて、4回ぐらいお互い 100%100%100% で勝敗つかずに終わるっていうめちゃくちゃうまかったですね。普段から PS 高い系のアタックでもう、なんだろうな、プランニングもすごくうまいんですけど、人と見てる見方というか頭の柔らかさが少し違うなっていうのがこの選手でしたね。で、今回はライトニングドラゴンの、まあ、いわゆるクローンのボマーライドラ系のアタックですね。まあ、これもお手本になるようなぐらい綺麗なアタックで、おそらくノバとしてもあのタウンホールをヒーローで壊せるっていうのは想定してなかったんじゃないかなという意味ですね。これ見ていくと、ヒーローでタウンホール壊して、トームを別のところで使いつつ、なおかつね、あのボマールート、これはおそらくノバのかなり配置は練って作ったと言ってたので、これはなかったんじゃないかな。たまに裏を描いたようなシンプルに綺麗なアタック、これはさすがでしたね。でノバがもう98取ったのに取り切れずっていうアタックの次に、なんとね MCES が2連続で全開取ったので、これは MCES 優勝かっていう雰囲気に変わりかけてるところですね。最初ノバが取ってノバへの雰囲気がすごく来たんですけど、この2本でかなり MCES にぐっと傾いた、そんなシーンでした。で、ラストですね。ラスト5本目がこちら、フアン選手ですね。ブレイズにもいたことがあって、日本の選手とは馴染みがある選手なんですが、すごくコミュニケーション能力が高くて、いろんなクランのいろんなやつと、すごい、もういろんな、すごい絡みに行ってましたね。僕にもかなり気軽に絡んできてくれましたし。まあ、天性の人たらしというような感じでしょうか。これはね、アタック的には、MCES の方でトライハード選手がね、星1をやってしまった後で、少し、どこやらユニットを変えたような感じの動きには見えましたね。で、ライドラッシュと。これ、初この時期あんまりライドラッシュ刺さるような配置には見えなかったので、これどうなんだろうなと思ってたんですけど、それでもね、まあ、フアン選手自体がライドラッシュはかなり得意なようで、結構やってましたね。ポーランドでもやってたし、今回の大会でもやってたし、まあ、確実に星2が取れて、なおかつ前回も狙えそうということで選んでったような流れでしょうか。ただね、これがかなり劇的な展開を生んだので、これも、これはすごく盛り上がりましたね。ウーゴ選手のアタックと、こちらの前回と、まあ、この2つが、この決勝戦で盛り上がった、ベスト1、ベスト2のアタックだったかなというようなのが会場にいた感想でした。で、ここでトームもね、ボーマーも結構被っちゃってるし、どうなんだろうなと思ってたんですけど、このね、マルチ IT、上の1時間だと12時間の方が、チェインが入らないんですよ。こういう区画がある配置って、結構ライドラッシュは刺さりづらくて、一回一回攻撃が必要になってしまうので、そんなにライドラッシュ刺さるイメージなかったんですけど、それがねすごく伸びるんですよ、こっから。で、こっからもなかなかきつそうに見えますよね。で、隣の LP 選手もかなりすごく楽しそうに見てて、この二人すごく仲良さそうでしたね。こうやって笑いながら談笑してて、まあノバ的には MCS が星1をやってしまった段階でパーセントでね有利になったので、星2でつなげることができれば全然有利という段階だったので、正直そこまで前回が確実に必要だったかっていうと、そういうわけではなくて、まあ煮干しプラス高パーセント取れればよかったなってところだったんですが、このバルーンが対空砲を降り切った時の会場の盛り上がり、うわー、いけんじゃねえのこれみたいな雰囲気になりつつ、ここで一回ライドラが流れちゃうんですよね。で、やばいかなと思った時にここで帰ってくるこのタイミングで、ここで、壊しきって、この二人がジャンプして立ち上がってハイタッチしてで、もうすごい盛り上がりになりました。これで結構ノバの優勝は確定的になってしまいましたね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。前回自体はね、もっとたくさんあって盛り上がったアタックもたくさんあったんですけど、5本選ぶと言ったらこの5本だったんじゃないかなというのは、会場にいた皆さんならおそらく
分かってくれるかなと思います。これをね、会場で見てたらすごかったですよ。まあ、ちょっとね、初戦は、初日はメディア関係者のみという感じだったので、すごく人が少なくて、二日目も、まあそんな感じだったので、ちょっと少なめだったんですが、最終日はそれなりに観客も入ってたような感じで、盛り上がりも各国のファンもメディアもかなり多くて、すごく盛り上がってたかなと思います。はい。その中でもこの5本勝負、特にね、勝負を決めたようなのが、このラストの4アタックですよね。どっちに流れが行くかどうかっていうようなシーソーゲームでの全開ラッシュ、これはすごく盛り上がりましたし、レベルの高いアタックでした。正直ね、この場に立てなかったのはすごく悔しかったんですが、まあ、正直、悔しいとも言うことがおこがましいぐらいのレベルの差、この2チームとはつけられてしまっているなというのが現状の立ち位置で、まあすぐ近いうちにリベンジしたいなというのが、リベンジできるような立ち位置までいけるような努力をしなきゃダメですね。まだね、世界選手権を見てない方がいるならば、まあまずはね、決勝戦だけでも見てほしいですね。はい。でまあ、決勝戦しか見てない方は MCS だったりノバだったり決勝に行ったチームのアタックだけでもいいので、初日2日目っていうのは見に行ってくださるとすごく面白いかなと思うし、まあ、純粋にテンポも良くて見せ物としてもすごく面白く楽しめるアタック大会だったと思います。はい、ね、来シーズンもあるかどうかは分からないんですが、まあこれがね、最初のきっかけとしてこれからどんどんいろんな大会 ESL も絡んできてどんどん広がっていくんじゃないかなというような期待も込めて、ぜひクイーンウォーカーズももうより一層力を入れていかないとダメですね。結局初戦敗退なので、はい。というわけで今回はね、会場から見て最も盛り上がったアタック5戦というわけでやっていきました。というわけでご視聴ありがとうございました。